こんにちは、マサです。先日、群馬県の大泉町に行ってきました。人口の20%が外国人っていう町なんですけど、人口4万人に対して8000人が外国人です。一番多いのがブラジル人で55%。次にペルー人で13%。 この2国で70%です。残りがベトナム、ネパール、インドネシア、フィリピン、ボリビア、中国、カンボジア、韓国とこんな順番です。ここは西小泉っていう駅なんですけど、この辺りが街の中心地です。ほとんど人がいないんですけど、近くに パナソニックとスバルの工場がありますから、夕方になると人が増えるんでしょうね。おそらくこういう工場で外国人が働いているんだと思います。こういう外国のお店も結構ありますから、こういうところで働いている人もいると思います。ここはブラジリアンプラザっていう名前がついているんですけど、 この中に大泉の観光協会が入っています。中はこんな感じなんですけど、外国語ばっかでした。自転車を500円で貸してくれるんですけど、自転車に乗ってしまうと撮影できませんから、借りませんでした。この後、街をぶらぶら歩いたんですけど、この通りが一番 外国のお店が集中しています。先ほどの西小泉駅から徒歩5分ぐらいのところです。数えていませんけど、おそらく十何店舗あると思います。ほとんどが飲食店なんですけど、中には外国人専用なのかなわかりませんけど、宗教施設もありました。さっきも言ったように、 人口の20%が外国人ですから、こうなるんでしょうね。こうなるんでしょうけど、かなりの激戦区ですよね。外国人だけ食べに来るのか、日本人も食べに来るのか、その両方なのかわかりませんけど、どっちにしてもよくやっていけるなって思います。ご覧のように、ほとんど人が 歩いていてませんからね。もちろん日本人のお店もあるんですけど私の印象では人材派遣会社そして行政書士こういう店舗が多かったです行政書士か司法書士か分かりませんけどビザの申請そして帰化の申請永住権の申請こういう仕事が多いんでしょうね これが河野太郎さんが言う新しい日本人を作るっていうことです。もちろん河野太郎さんだけではなく、岸田総理も移民政策をガンガン進めてます。私は移民政策に反対なんで、どうしても批判的になってしまうんですけど、ただし大泉は川口市より 平和でしたさっきも言ったように大泉の外国人比率は55%がブラジル人ですからそういう理由もあるんでしょうかね川口市の彼らのように病院の前で喧嘩をして救急車が止まってしまうとこういうことはないでしょうからね治安の問題だけではなく 移民がたくさん入れば入るほど日本人の賃金が上昇しないと。これも大きな問題です。だから私は反対しているんです。いろんな意味で。では以上です。ご視聴ありがとうございました。